はいどうもこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、8月3日にファインペイ40倍戻ってくるキャンペーン始まるということで、今回はファンビペイの情報ですね。この動画ではファインペイの8月から始まるキャンペーンについてお伝えします。来月からのファインペイもかなり気合が入っているので見逃せません。あとですね、この動画の最後のおまけで、昨日のラインペイについての追加情報もありましたので、気になる方はそちらまで見ていただければと思います。それでは、行ってみましょう ということで今回お伝えするキャンペーンこちらですね。期間中ファミペイ払いをするとファミペイボーナス40倍戻ってくるキャンペーンということですね。こちらのキャンペーンなんですけども今下にも出てるように8月の3日からスタートします。8月の3日から8月23日までの20日間のキャンペーンでございます。それではですね、キャンペーンの詳細に入っていきましょう。まず今回のキャンペーンのちょっとした条件なんですけども、ここの米印2番のところでですね、キャンペーン終了時点で銀行口座もしくは ファミマティカードクリストカードのファミマティカードですねこれのいずれかの登録が必要ということでございますのでとりあえずもうまだされてない方はですね先に行っておいてくださいで今回の新手上限なんですけどもファミペイボーナス1950円相当ということで、まあ、ちょっと微妙な額なんですけどもそれがですね今回のこのキャンペーンのちょっとした内訳みたいなものなんですが通常のファミペイボーナスが1倍期間限定ファミペイボーナスが39倍ということでこれで40倍ということになりますもう少しですね噛み砕くとこちら1倍と3倍 倍という還元これ通常ですね、ファインペイで決済した場合は0.5%還元なんですけども、そこからさらに今回、この19.5%還元が上乗せされるということで、これで40倍、実質20%還元ということになります。そこからですね、今回がファインペイで1万円分決済することで、ファインペイボーナスの50ポイント、そして1950ポイントの上限に到達するということでございますので、とりあえずこの1万円というところだけ覚えていただければ大丈夫です。 で、内容なんですけども、対象期間中にファミリーマートの店舗、もしくは街のお店とかネットのお店でファインペイが使えるお店であれば、ファインペイーボナンスが40倍もらえると。ですけども、一部対象外の店舗ということもあるんですけども、それがですね、今出てるようなご覧のお店となっております。まあ僕が聞いたことあるようなお店であれば、こちらのウェルシアとかですかね。まあこういったところがキャンペーンの対象外になってると。で、もしですね、ファミリーマート店頭で決済する方は、下記の商品は対象外というふうに出てるんですけども、公共料金金各種代金を 支払いファミペイ請求書支払いお試しクーポンご利用時のファミペイ払いは対象外ですということでございますので基本的にはこれ以外であれば対象ということで捉えていただいて結構ですなのでまあこの中に今回ですねポサカードは入ってないのでまあ、ポサカードを買うのは結構熱いですよねで今出てる情報以外にも詳細は8月2日17時頃公開ということでございますのでまあ、キャンペーンが始まるねこの時間帯ぐらいにまた再度この公式のページをぜひチェックしていただければと思いますでちょっとプラスアルファなんですけども今回ファミ ファミペイが使える街のお店ということなんですけども、まあ一応公式ページにはどんなお店で使えるかっていうのを出てるんですけども、ファミペイのアプリ上からでもすぐに確認することができまして、ここのファミリーマート以外で支払うというところをタップしていただくと、ファミリーマート以外で支払う時の画面が出てくるんですが、この真ん中下にですね、お知らせ使えるお店というところがあるので、ここをタップしたら、まあ実際にファミペイが使えるお店っていうのが出てくるんですが、ここの現在地キーワードから探すっていうところをタップしていただくと、ご覧のようなマップ、 現在地が表示されて、そこから実際にファインペイが使えるお店っていうのが、ファミリーマート以外でもポンポンとこう出てきます。まあ、これ実際に博多駅のところをピックアップしてるんですけども、こういったファミリーマート以外でもちょっとしたドラッグストアとか飲食店でも使えるということがわかりますね。 で、今回のこの内容を踏まえてですね、この40倍キャンペーンのおすすめの参加方法ということで、僕の方で2パターンですね、紹介させていただきたいと思います。まずパターン1つ目ということなんですけども、まずはチャージの日、毎月ですね、10日25日にですね、こういったチャージの日っていうのがあるんですよ。こちらはですね、7月のチャージの日なんですけども、まあ、例えばコーヒーの無料クーポンとかシュークリームもらえたりとか、まあ基本的には3000以上が大体条件なことが多いので、1人1回限りなんですけども、まあこの日に合わせてまずファイ ファイインペにチャージする額はいくらでもいいんですけども上限例えば1万円分までチャージしたとしますでそこからですねファインペイで決済をして40倍実質20%還元を受けることができます もちろんね、ご自身が使いたいお店で全然使っていただいて結構なんですけども、まあ、先ほどね、ちょっと話したように、ファミリーマートでポサカードの購入は今回対象でありますので、この40倍キャンペーンをうまく使って、例えばバニラビザギフトカードとか、楽天のバリアブルとか、あと T マネギフトカード、まあ、こういったものを購入して、また違う方法で使い切るっていうことも結構ありなんじゃないかなと思います。まあ、バニラビザギフトカードに関したら、もうね、モバイルスイカにはちょっとチャージができませんので、ちょっと気をつけていただきたいんですけども、この楽天バリアブルとか T マネギフトとか、この T t マネ n e y g も t マネーっていう Apple Pay のアプリを使ってそこからモバイルスイカとかにもまあチャージができたりするのでもしねそういった方法で使われたい方はまあ参考にしていただければと思いますちなみに t マネ n e y g からまあ p l e Pay を使ってスイカにチャージするやり方に関したら以前こちらの動画で紹介してますので参考にしていただければと思います続きましてパターン二つ目なんですけどもこれはちょっとできる方とできない方がちょっと分かれてくるところではあるんですがそれがこちらですね7月の30か7月31日までに ポイントサイトからファミペイギフトに交換10%増量ということで、そうなんですよ。この動画をアップしてるのが7月30日なので、 こちらのキャンペーンに間に合えば結構お得に参加できるんですよね。ファインペイギフトの10%増量キャンペーンですね。簡単に言うと、今出てるこのアメフリとかドットマネーとかモッピー、こういったポイントサイトを使って、ファインペイギフトに交換したら10%増量されるっていうキャンペーンなんですけども、まあ、こちらのモッピーに関したら後ほど僕実践しますので参考にしていただければと思うんですけども、こちらドットマネーはですね、もしかすると視聴者さんの中でも参加できる方は中にいらっしゃるのかなと思うんですけども、というのも僕がちょくちょくね、動画で紹介させていただいてる とか笑うとかハピタスライフメディアまあ、こういったところでもしポイントを持っている方がいらっしゃったらこれらのポイントサイトがですねドットマネに交換することができますでそのドットマネーからこのファインペイギフトに交換すれば10%増量された状態で交換することができるのでこの30日31日以内で間に合いそうであれば試すのが結構お得かなと思いますね それ以降に関しては先ほどお伝えした内容とほぼ同じでございます。まあ、上限1万円分までチャージということなんですけども、無理にもちろん1万円分チャージする必要はないんですけども、まあ、これに合わせて10%増量から交換してみるのも、まあ、いいのかなというふうに思います。なので、とりあえずこの10%増量と20%合わせれば、まあ、実質30%還元がね、実現可能ということになるんで、もしポイントサイトに余ってる方はね、今お伝えした方法で参考にしてみてください。ちなみにですね、僕もこちらモッピーのところで11,660ポイント貯まっていましたので、 まあ、早速ね、今のうちにちょっと交換しようかなと思うんですけども、交換する際は、モッピーの場合は、右上の3本線をタップしていただくと、このページの中で、ポイント交換という項目があるので、ここをタップします。そして、その項目に、ファインペイギフト、ファインペイ10%増量っていうのが出ているので、これをタップしていただきます。そしたら、ファインペイギフトに交換する注意書きというか、ま、説明書きが出てくるので、この画面の下に下がっていただいて、交換するをタップします。そしたら、交換するポイント数を選択してくださいということで、500ポイントから交換することができます。で、今回です ね僕11660ポイントあるんですけどもでちょっとですね。交換する前にこちら見ていただきたいんですが、モッピーの場合に関しては1日のポイント交換申請回数は1日1回までとなっていますので気をつけてください。で、この内容を踏まえて、僕が今回交換するポイント数は5000ポイントを交換します。なんでなのかっていうのが後ほどね。お伝えします。なので、この5500円が間違いなければ、入力内容の確認画面へということで進んでいただいてしっかりとね。交換することができましたので、このコード確認から入っていただいて、あとはその。コード コードをコピーした上でこのギフトを受け取るっていうところでそのコードを貼り付けしたらこういった風に残高が増えたということでございます結構簡単ですよねまあ、なんで僕が5500ポイントの交換をしたかと言いますとまともとこの2000円分あったっていうのがあるので なので今回5500円分交換したと。で、その1万円に届かない分に関したら、チャージの日に3000円分をチャージ予定ということで思っています。先ほどお伝えしたね、10日とかであれば、まあ何かしらのクーポンとかもらえる可能性もあるかなと思っているので、僕はちょっとね、今回それを狙ってみようかなと思ってます。まあ人それぞれね、どんなチャージ方法がいいのかとか、どういったポイント交換方法がいいのかっていうのは結構ね、分かれてくるかと思いますので、それに関してはね、ぜひご自身で作戦を練ってみてください。 ということで本日お伝えしたファインペインボーナス40倍戻ってくるキャンペーンのまとめですね。キャンペーンの期間が8月3日から8月23日までということで、まあ、僕先ほどチャージの日で8月25というふうには言ってたんですけども、25はないですね。失礼しました。特定の内容なんですが、ファインペイボーナスが40倍ということなんですけども、内訳として、通常のファインペイボーナスが1倍、そして期間限定が39倍、これで実質20%還元と。まあ、条件なんですけども、キャンペーン終了時点で銀行口座かファインマティーカード、クレジットカードのファインマティーカードを登録するかということですね。不要上限に 関し1950円相当ということでございますので実際に1万円分を利用することで上限に到達するということでございますで対象との店舗なんですけども基本的にはファインペイが使える街のお店ネットのお店っていうのが対象ですねもちろんファミリーマートも対象ではあるんですけどもその中で一部ね対象外のものもありましてウェルシャアであったりとかファミマの高級料金であったりとか請求支払いお試しクーポンこういったものは対象外でございますまあそんなこんなで今回は8月3日から始まるファインペイボーナス40倍戻ってくるキャンペーンについて簡単ではありましたけども お伝えさせていただきましたまあ、ちょっと先ほどお伝えしてなかったんですけどもこちらのまあ、水曜と木曜日であればポイント2倍1%還元のキャンペーンもですね2月の28日まで開催がされるということでございますのでまあ、それと組み合わせればねまたさらにお得に使えるんじゃないかなという風に思っておりますで、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンクに関しては概要欄貼っておきますので詳細気になる方いらっしゃいましたらチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、先ほどね、動画の冒頭でお伝えした、ビザラインペイプリペイドカードの追加情報がありましたということで、この時の動画で、いわゆるそのビザラインペイプリペイドカードを使って、トヨタウォレットにチャージした場合は、この1%還元の、ま、ラインポイントは付与されるのかっていうことで、実際に問い合わせた途中だったんですよ。ちなみに僕が問い合わせた内容はこんな感じです。 今回発表されたこのキャンペーンについてということで、例えばビザ内定イイプリペイドカードからトヨタオレットにチャージした場合は、今回の1%還元の対象になりますか、もしくは対象外になりますかということと、まあ、8月1日から始まった場合、ポイント還元の対象外一覧表を見たのをリリースされますかということで、まあ、昨日のね、16時39分ですね、こちらの時間で問い合わせてた途中だったんですけども、まあ、本日ですね、回答が返ってきまして、拡大させていただいたのがこちらなんですけども、漏れなく1%還元キャンペーンにおきましては、以下に記載のお支払い方法であれば、 店舗購入商品購入額についての制限を設けておりませんということでございます以下に記載の支払い方法ということなんですけども、まあ、これはね動画内でもお伝えした方法ですねこれを行えば基本的には決済がされるとでビザラインペイプリペイドカードでお支払いができない決済はキャンペーンの対象外ということでございましたんでまあ僕がお伝えした質問とは若干ちょっと違うところではあるんですけどもまあ考え方からすればとりあえずビザラインペイプリペイドカードで決済ができればまあ基本的 的にはポイントが還元されますよ。という風に、僕はちょっと解釈をした次第でございます。 なので、もしそれで、ま、還元がされれば、ビザラインペイプリペイドカードからトヨタウレットにチャージした時のこの1%還元っていうのは結構大きなものになってくるのかなというふうに思います。ですけどもコメントでもいただいてたんですが、ビザラインペイクリジットカードとか持ってる方であれば、その絵を使った方が、ぶっちゃけね、ラインポイントが2%還元で、そっちの方が集中してラインポイントを貯めることができるので、ま、無理にこの方法を使う必要はないのかなというふうに思ってます。 なので、この使い方をしたいっていう方は、ま、新規でビザラインペイプリペイドカードを使われる方、いわゆるその、1ヶ月だけ6%還元になるという方、そういった方が結構おすすめなのかなというふうに思いますんで、それを踏まえた上でね、ご自身にそのやり方が合ってるのかどうかっていうのを考えた上でぜひ使ってみてください。ま、もしね、8月とかからのまた追加情報とかがあれば、ま、動画にするかもしれないですし、ツイッターでま、ツイートする可能性もあるかもしれないので、またその際はチェックしていただければと思います。ということで、ありがとうございました。